ゃりのファンも一つの輪になって、本当の意味での千葉ロッテマリーンズの一心同体となったような気持ちで優勝をお祝いさせていただきました。球場で選手に温かい言葉をかけてください。それが一番の励みになります。